例えば特殊な状況で仲良くなった人と休みを挟んで次に会った時には、どんな感じで声かければいいのかわからないものなのである。わざわざ持ってきてくれたんですね、ありがとうございます。うむ、感謝するがいい。これイノカが作ったの？迷惑じゃないべか。なんで？めっちゃ嬉しいよ。タドノ君優しい。カタイさん、おはようございます。カタイ、カニさん、やっぱりなんか面白いね、ノートで会話って。一方その頃、いろいろ考えてたタドノ君。そういえば、コミさんはさ、バレンタインどうする？なんか間があったね。言っていいですか？ああ、来い来い。悪いな、ただの。今日は女子会なんだ。姉ちゃんおかえり。かえで姉ちゃんもよく来たな。かえでは小麦粉とココアパウダーを振るってくれ。じゃあこれも湯煎しながら砂糖を混ぜて、さっき溶かしておいたチョコも入れちゃう。俺たちもやる。ふるっておいた小麦粉とココアパウダーも入れて、そんで3回くらいに分けてメレンゲを混ぜるぞ。そのお姉ちゃんはシャイだからな、あんまりいじめるなよ。じゃあ、あって言って、あって。メリコ、シャの姉ちゃん、膨らんでる膨らんでる。すげー。はい、みんな席見つけ。熱々の焼きたてチョコレートケーキ食べるぞ。イエーイ。おみさん、どう？美味しい？やったね。甘い。恋愛、それは人生と切っても切り離せぬもの。この日ばかりは好意を持つ者に声をかけることが許される日。あ、おはようございます、コミさん。はい、コミさん、もちょこ。うわ、コミさんの手作り？やった、ありがとう。私ね、コミさんのためにチョコ作ってきたんだ。さあ、食べて、私の顔を。あ、やばいぞ。その普遍性に感服し、屈するが。なんか、最近では男同士でチョコを交換する友チョコっていうのがあるらしい。ホワイトデーには3倍返しだから。お、サンキュー。 もっと喜びなさいよ。本物だ。バレンタインデー欲しいとか言ってるわけじゃなくて、好きな人に。へー、いやよ、こんなもの。もう飲んじゃったし。別に返しとかはいいの。なに師匠がチョコを、なぜ。あ、チョコを友達みんなに渡してるんですか。あ、なるほど、ありがとう、カタイ君。でも今お返しできるものがないや。その日、タダノ君は鷹をくくっていた。普段調子に乗らないように気をつけているタダノ君ですらこのざまである。男子からのチョコは今回の集計には含まれていない。カタイ君には悪いが、そういうものである。この事実はタダノ君の膝を折るには十分な精神的ストレッサーだった。ねえ、元気出しなって。私もお母さんもチョコあげたんだしさ。お兄ちゃん、アイス買ってきて。てか、こんな寒いのにアイス食う。いいか。実際に売り上げの数字も年々増加してるし、冬アイスはもはや定番化してる。コミさん、ついでに出しを買ってきて。ひとちゃん、出しね、わかった。チョコか、チョコなのか。今日委員長会があって、なじみちゃんがただのくん来てなかったから渡しておいてと。あげるかあげないかはコミさんが決めることだし。うん、僕が期待しすぎただけだ。あ、はい。その恥ずかしい話なんですが、今日ずっとチョコをもらえないのかなって考えてたんです。コミさんからチョコがもらえて、その想像してたよりも何倍も。そんな、わざわざありがとうございます。コミさん。